農林水産省がきょう発表した2022年の農林水産物・食品の輸出額は前の年と比べて14.3%増えた1兆4148億円となり10年連続で過去最高を更新しました新型コロナで落ち込んだ外食需要が回復したほか円安で日本産に割安感が出たことが追い風となりました 政府は輸出額を2025年に2兆円に拡大することを目指し海外への販路開拓などの支援を強化します。